今回最後に登場するのがこちらです。フラットマンドリンと言います、えー。ブルグラスの世界、カントリーの世界ではもうあの花形楽器でございます。あのサムブッシュっていう名人もいますし、八弦四コースですの復弦楽器でございますけれども、うんうん、あの最近ではあのパンチブラザーズのクリスシーという方がですね、もうこれでジャズはやるはもう大変な、えー、えっとプレーを聞かせてくれますけれども、明治大学マンドリン 大勢でみんなでこうあのオーケストレーションしたりするような、はい、あ世界もございますがちょっとクラシック寄りというかマンドリーはですね、はいまあ、今日ご紹介する中で一番古い楽器というかもともとはねイタリアが、えー、発祥らしいですイタリアで作られた。楽器そうだからなんかあっちの方の音楽にはなんかよく、えー、とこれが入ってて。なんかこう <music> ちょっとオリーブオイルな感じというかですね。中華気味なね。<笑><笑>えー、その後アメリカにこれが渡りまして、そのイタリアで出来上がったとき、この楽器が発明されたときはここがラウンド型にこうなってる。こうなってるマント見たことあると思いますよ。クランゼのあります。っすこっちが元です。ね、うん。そっちがクランゼルが元ですね。元です。で、はい、それはどうもねなんかね17世紀ぐらいにはもうあったらしいです。<う>やっぱり大体の楽器はリュートから。 発展してっててっっるんだだけけどど弦楽器ってあのギターもそうだけど、ね、あのこれもその、えー、うちの一つだったそうでみんなに愛された曲もたくさん生まれたってこともあってマンドリンをフィーチャーした曲も生まれたこともあってまあイタリア本国であの辺り中海の辺りで流行ったらしいんですがその後これがアメリカに渡ってこのまったいらになると<ー>なので、えー、オリジナルのこうなってるマンドリンと区別するために フラット、はい、フラットマンドリンというふうに言われるようになりました。これはフラットマンドリンどこかどこのものなんですか。はい、この、えー、ギブソンのこれ僕の持ってる楽器で一番古くて1910年代、えー、<laughs> そうです。<laughs> もうね、えー、人だったらとっくに死んでる。<laughs> 90年代に。 えー、仕事でやっぱりロサンゼルス行った時にですねまあ大体レコーディングで、えー、とニューヨークでもロサンゼルスも行ったら必ず一日は楽器は回るもんなんですが、えー、その日のレコーディングが終わってスタジオからであの、えー、コーディネーターの,の車に乗ってブーって、えー、ロサンゼルスの郊外を走ってたらですね「うん?」って「のが見えたんですよ<ー>でちょっと申し訳ないんんんけどさ今通り過ぎたところにさちょっと戻ってもらっていい?」って言って。 引き返してて、もらってその店に行ったんだけどそこは楽器屋ではなくなんていうガラクタ売ってる店？<ー>要するに楽器に限らずなんか家具だったり<ー>あのそういう、まあ、いわゆる瀬古版っていうんですか屋さんみたいなところにぶら下がってたんですよでもちゃんとギブソンのロゴ入ってるじゃない。で戻ってやったら、えっと、その店のあるじはですね価値が分かってなかったわけですよ。要するるにかか古いものを売っってる店だったから。 <laughs> これ多分10万ぐらいかってへえん、ー、にか1,000何ドルって書いてあるから日本を持って帰ってきて楽器屋さんに調べてもらったらなんと1910年代のですね超ヴィンテージマンドリーだったって、えー、で全くもって本物ですと運命的な出会いですよねそ,<う>それとなんていうの白かったから目立ったのね <laughs> 目について白っていうのは大変珍しくて珍しいです最低サンバーストとかですもんね えーえー、と形状になっているここがあのくるくるってあのな,んか、えー、となってるのが確か F シリーズっていうのかなそっちの方が高級機種なんですけどマンドリンの父と言われているビル・モンローなんかはやっぱり F シリーズを使っておりますがん僕はなんかマンドリンを弾くようになったのは、ね、実はですね中学の時に一緒にバンドっていうかグループやってたやつが。 えとギター3本で三人でジャガジャガやってたんだけどなんかこれじゃ広がんねえなっていうんでうんそのうちの一人がんでマンドリン買ったかっていうとやっぱその当時それこそこのイーグルスとかですねはい、はい、カントリーロック全盛の時代です70年代半ばですからそれであと、まあ、ザ・バンドの、えー、とドラマーのリボン・ヘルムもマンドリン優秀なマンドリン弾きだし、えー、とそれから何よりあの当時僕らがえっ、ー、と 不安だった「ハッピーエンド」の,、えー、かあの名盤「風待ちロマン」の中にですね「暗闇坂ムササビ変化」っていう曲があるんですけどその中でもマンドリンが使われてたんで「んでね、なんかマンドリンいいよね」ってなって<ー>そいつが買ったんですよ歩いてでもちょっと貸してみ」って言ってあんま上手に弾けないから, <laughs> だからあ僕の方が上達しちゃって。 でそのまま、えー、と割と仮パク状態だったら返しましたけどなんで、まあ、あのその頃ちょっといじってなるほどこういうものかって分かったんですが、えー、プロになってから、うんえー、渡辺美里さんのです、ね「で、はい、ボーイズ・クライド」って曲ヒット曲があるんですけれどもそのレコーディングをやっていてあれこれマウンドリン入れたらいいんじゃないかなって思って。 そのプロデューサーがアレンジャーに提言したんだから多分昔弾けたから弾けると思いますって言って言ってその時多分ねレンタルしてきてもらって楽器レンタル楽器屋さんから。<ー>そんでなんか「うっ」てうみたいなことを弾いたらまたハマっちゃったんでもうすぐに買いに行って国産のやつを。<ー>でそっからまあ練習してるんでこれを手に入れるまでは国産のサンバーストのバンドリーを弾いてましたけれども。 うん、ソーレラミですね聞いたことありました、ねはい、これなんでこういう響き皆さんなんか聞いたことありますよねってバイオリンとチューニンングが一緒でございますバイオリンはフレットがないですけど、まあ、そういう意味ではフレットがある、まあ、バイオリンというか、うん、要するにねだからマンドリンの中でもいろんな種類がありまして、えー、とバイオリンと同じチューニングのものをマンドリンで、えー、とビオラと同じチューニングのものをマンドラ。あ で、えー、もっとでっかいもん,こんなやつ、えー、マンドセロっていうのはチェロと同じチューニングでもういっぱい種類あるんですよ。うん、なんで、えー、っと僕がストリングスのアレンジがであの割とスッとあの、えー、編曲を覚えられたのはマンドに弾けたからかもうんだって同じだもんチューニングね。 えまあ、僕はなんでこれ,こ,れこれをまた弾きたいって思ったかっていうとやっぱり先ほどもお話した通り、まり、あ、イーグルスを代表するような少しこうルーツ、えー、カントリー音楽の、えー、テイストが入った、うん、あのロックが好きだったっていうせいもあってで、まあまあ、その後「盤上だな」んだとかカントリー系の楽器をいろいろといじるようになるんですけれどもまあただ、まあ、お聞きの通りですね明るいですよね。確かに これなんかあんまりうんうん、うん、なんかか違うね確にいや気,気持ちがが張、うん、れないなといいそそそうそうそうあそあう、ね、<laughs> あとはやっぱりりりりでですすねねねこれ長が短いでしょ、はい、だから当然張りのある音を塗りままよ最近、ね、あまりにさすがにチューニング合わ,なかった合わなくなってきたんで、はい、ちょっと最近の糸巻きに変えましたけど。 買いました。よかった。シマちゃんいつも困ってたじゃん。2弦がとか一切本番中難しかったですね。でついに買いました。いや嬉しいです。これからあのでこれはやっぱりライブでもあの頻繁に使うんでピックアップをつけてます。このはいピックアップつけてますね。はいこのピックえっとマンドリオのピックアップっていうのは大抵この形なんですけどどういうことかというとブリッジ自体がもうこのブリッジの形をしたピックアップな映像になってるんですね。映像になってるんでだから。 オリジナルのどっかにあるんだろうなオリジナルのブリッジが多分どっかにあると思いますがピッてつけてそれでここからラインで取っているとで大抵はですねこれ別荘のピックで引くことが多いです本物の別荘なんですかはいえとだから高いんですけど1枚結構1,000円ぐらいします円は安くてもはい なないこれ、うん、でこれ困ったの、やっぱこれの方が音いいから、えー、とこれでなるべく聴きたいと思ってたんですけどそれこそですね、えー、山下達夫さんのツアー中にキーボードの柴田君僕のもう幼いじみとか15の時からの友達ですけど、はい、えと柴田君の奥さんが長崎の人で<お>長崎の有名な別荘店の娘と,、えー、と知り合いだっつうんで柴田さんは役に立ちますね。いや<も>柴田は本当に役に立つ ツアー中に柴田が入ってすぐぐらいかなバンドに入ってすぐぐらいに「はい、柴田ちゃん,なんか別光店のほら知り合いいる?」って言ってたうん、うん、あ行く?」って言って「別荘なんか買いたいの?」って言から「ピックッ」って言っああるあるある」って言って<ー>でそこの別光店にあったんですけど何からね最近後継ぎ問題みたいなのがあってあ潰れちゃったらしいって言、えー、そしたら「うんお店辞めちゃうことになったんだけどお前どうする?」って電話してきてくれて。 残りを全部僕に売ってくださいって言って <laughs>。一枚千円のものを買い占めました。はい、はい、大事です。ごめんなさい。一枚千円安くて千円。そう。そう。でもまあ、そん、多分、えっ、ー、と、プロのマンドリン奏者。まあ、これだけ汚染分でやってる方がどれだけ、あの、いらっしゃるか、ちょっと私存じ上げませんが。うんうん、あの、皆さん、多分別個使われてると思いますうん,うん。そうなんですよ。 わかりました。うん、じゃあちょっとこのマンドリンでちょっとプレイを聞かせてもらいたいですかそうですね。いいすはい。わ、はいえー、かりました。行ってみましょう。